ドラゴンズブレスは唐辛子の栽培品種の一つである。辛さは248万スコビルほどで、ペッパー X に次いで世界で2番目に辛い唐辛子だという記録を有する。ドラゴンズブレスの元になった唐辛子は、唐辛子農家、ニール・プライスとノッティンガム・トレント大学の共同により、アレルギーがある患者向けの皮膚の緩和薬の原料として、開発が始まった。その後、 ウェールズのデンビーシャー、セントアサフに住む品種改良の専門家マイク・スミスがこの唐辛子を栽培したが、スミスは自分は辛さの記録のために唐辛子の品種改良をしたわけではなく、魅力のある唐辛子をただ開発しようとしていただけだと述べている。この唐辛子はウェールズの赤竜にちなんでドラゴンズブレスと名付けられた。2017年のチェルシーフラワー賞の 今年の植物コンテストにエントリーし、最終候補リストには残ったが、入賞はできなかった。ドラゴンズブレスのスコビル値は248万と評価されており、それまで世界で最も辛かったキャロライナリーパーの220万、スコビルを上回る。しかしながら数ヶ月後、318万スコビルを記録したペッパー X に抜かれることとなった。 ノッティンガム・トレント大学の研究者によると、この唐辛子には皮膚を麻痺させる効能があり、他の緩和薬が使えなかったり、今まで使われている薬が高額すぎる国に住んでいたりする患者にとっては、エッセンシャルオイルを緩和薬として使用できる可能性もある。専門家によると、この唐辛子を飲み込むと、窒息やアナフィラキシーショックによる死の危険性がある。ただし、これは、 唐辛子類に関係するアレルギーがある人のみに向けたものとしては通常の警告であるという指摘もある。ありがとうございます。